はい、格闘タクニュース、ゾウの雑白です。今回は朝倉未来 VS ブラーグ・ケロモフ、スーパーライジン2、試合動画速報です。朝倉未来選手はサウスポー、177センチ、フレームのでかいカウンター右利きファイターです。ブガール・ケロモフ選手は175センチ、オーソドックスでオールラウンダーですが、テイクダウンも強くグラップラー寄りのオールラウンダーと言えるでしょう。朝倉の未来選手がテイクダウンをいかに疲弊させて判定勝ちするか。逆にブガール・ケロモフ選手は、テイクダウンをいかに取って、そこから一本決めるかパウンドを決めるかの戦いです。ストライカー対いわゆるグラップラーの戦いです。朝倉未来選手は実は初めてと言っていいでしょう。今までの試合でタックルの強いレスラータイプとはずっと下げてきました。ここに来てようやく初めてレスラータイプとやるので、本当にテイクダウンディフェンスが強いかどうかがここで試されます。1ラウンド始まりました。サウスポーの朝倉未来、オーソドックスのブガール・ケロモフ、お互い喧嘩圧なので遠い距離です。中央を取る朝倉未来選手、そしてブガール・ケロモフ選手はインロー、ミドルと打っていきます。いやいや朝倉未来選手若干ですがアップライト気味、後ろ重心をかけているような気がします。ただお互い手数が少なく、朝倉未来選手に至っては1分間手数がゼロでした。そしてブガール・ケロモフ選手も手数が少なく右の前蹴りを打っていきます。そしてそれでもほとんど手数が出ない2人で、驚異的なのは朝倉未来選手は全く打撃を出しません。そんな中ブガール・ケロモフ選手が自分の得意な前足のタックルに入ります。でタックル入り、そのまま足を持ち上げ、そこからフックを2発入れ、簡単にテイクダウンしました。で、テイクダウンした後、簡単にマウントを取られ、マウントからの肘、パウンド、肘、パウンドでボコボコにされます。そして、朝倉未来選手が、キラっていつものように、後ろを向いて立ち上がろうとしたところ、待ってました。とばかりに、キラモ選手がバックに次バックチョークで、最初は顎だったのですが、ここで、クレモ選手のパワーで、顎から滑らし、キラモ選手がもう秒殺チョークで一本勝ちしました。ここで僕が、勝敗予想してたのですが、ほとんどの格闘家、一渡さんは18で、朝倉未来勝つ。ヤジ君も圧倒的な朝倉未来勝つ、佐々木ウルカ選手も勝つ、ほとんどの格闘が勝つと言ってました。ただ僕はまず間違いなくケロモフ選手が勝つだろうと思った動画を何度も上げています。これをちょっと見ていただきたいのですが、やはり右利きサウスポーのカウンターファイターの強みである左ミドルが使えないのです。もうパンチしか使えない朝倉未来選手はもうボクサー対 MMA のオールラウンダーの戦いとなる上に、しかも朝倉未来選手テイクダウンが強いと言いながらも尻餅はついてからのリカバリーが早いだけで、それも自分がフレームがでかい、177センチというフレームがでかいので、後ろを向いて立ってもそこからバックチョークを取られたり、ボディロックからバランスを崩されてテイクダウンされないっていうだけであって、ケロモフ選手みたいな選手が堀江選手にあったようにバックチョーク取れたりボディロックでバランス崩せるようなフレームであれば、僕はケロモフ選手が勝つだろうと思っていたのですが、もうあっけないぐらい簡単にシングルは取られ、しかもフックを当てられ、簡単にテイクダウンされ、簡単にマウント取られ、簡単に一本取られてしまいました。まあこれは幻想というか、おそらくテイクダウンディフェンス強いっていう幻想に皆さん騙され、牛久チェリタロもそうですが、3ラウンドテイクダウンに行ったらテイクダウン取れたにもかかわらず、1ラウンド2ラウンドは自分から引っ込んでしまいました。ただブガール・ケロモフ選手は自分が強いということを分かってましたので、幻想には付き合わず簡単に一発目シングル取り、そしてマウント取り、そのままボコボコにし、後ろ向いたところチョークという秒殺、ほとんど朝倉未来選手は攻撃も出さないぐらいだったので、まあ完勝と言ってもいいではないでしょうか。大人と子供の差があると言ってもいいかもしれません。ただここまで幻想を大きくしてきた朝倉未来選手はすごいと思うのですが、この長いキャリアで、もう引退間近のキャリアでレスラーとやってこなかったっていうところが一番のリスクマネジメントの高さゆえに大失敗して、一番重要なところで負けてしまったのではないでしょうか。これで幻想が崩れてしまったので、朝倉未来としては、クレベルとキラモに勝ったら UFC に行きたいと言ってましたが、 UFC はもちろん門前払いで、ブレイキングダウン王者となって初のチャンピオンになってほしいものです。以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日の10時からライブ配信しますのでご覧ください。それではさよなら。